懐かしいところで言うと、懐かしいって言うとやっぱりウィザードリーとかアルティマ、あのアップル2のゲームですよね。それそこでやっぱりあのカルチャーショックでしたし、まあ、それが自分のその今 RPG を作り続けてる原点なんで、はい。